すでに三つの大邪神の鎧を手に入れているとはいえ、教団から送り込まれた異端神門十字軍と剣を交えた一行は、結果としてこの世界最大にして唯一の大教団アンゲルス教を敵に回すことになってしまった。愛するご主人様を救うため、また教団に対抗できうる唯一の力を求めて旅を続ける彼らが次に訪れた町は、偽善渦巻く美食の都、暴食の町、カナンであった。ここがユダが言っておった邪神の鎧を買った領主がいるというカナンの町じゃな。みんな真面目に教会に通い、聖書の教えを守って怠惰な生活をしとるようじゃ。結構結構。休みたい時には休み、食べたい時に食べる、これこそが我々の聖書にも書かれている自然の摂理ですわ。おいおい、この町の連中はみんな生きる屍、腐る前のゾンビって感じだぜ。じいさんもルピルピも、元はといや教団の神官出身だから、一皮むきゃ教団の連中と同じ穴のムジナってことか。なんだか昔の僕と似たような人たちばっかりで落ち着く町だな。わーい、ご飯だご飯だ。プリカはコーン入りのハンバーグにね。おい肉泥棒、お前ハンバーグってなんでできてるのか知ってんのか。どうでもいいけど、この町の肉屋でまた盗みを働いたりするんじゃねえぞ。首刺したかって。この先の旅が101匹動物大行進になりかねねえからな。っておいこら、何お前まで日記つけてんだよ。
突然のことで失礼とは存じますが、あなた様が有名なヨハネ様でございますか？この町の領主であらせられるバール様が、あなた様方をぜひお食事にご招待したいと申しております。たとえ罠だったにせよ、どの道漁師の館には行かねばなるまい。補欠にいらずんばということか。どうぞこちらへ。ご主人様がお待ちでございます。いらっしゃいませ。どうぞごゆっくり。どことなくみんなぎこちないよ。きっと落ち着かないんですよ。こんなお屋敷のメイドだなんて、奴隷たちにとってはまさに破格の待遇ですからね。本当にそうなのか？はい、ご主人様は本当にお優しい方で、私たちは楽しく働いています。ここにいられるだけで私たちはとっても幸せです。とにかくここの主人のバールとかいうやつに直接会えばわかるんだろう。僕お腹が減ったの。ようこそいらっしゃいました。私がこの町を治めているバールゼブルです。驚いたな。この町の領主だって言うから、てっきりブヨブヨのブニョベニョだと思ってたのに。お尋ね者のわしらを自ら食事に招くとは、一体どういうつもりじゃな？私は同じ大邪神の力を信じる者として、あなた方とは戦いたくないのです。私が大邪神ミカエルの鎧を手に入れていることはすでにご存知でしょう。不詳、この私自身も不本意ながら教団から追われる立場に変わりはないのです。私が手に入れた鎧の元の持ち主、大邪神ミカエルは別名アヌビスとも呼ばれ、最後の審判が訪れた時に人々を選別する地獄の裁判官のような存在だと伝えられています。この世界の正義を守る法の執行官を辞任していた私は、常日頃から罪人は神の前で平等に裁かれるべきと考えておりました。つまり私は物事を常に理性的に解決したいのですよ。平等なんて言葉を口にするなんて。しかしバール殿よ、大邪神の鎧をめぐる教団との確執をお主はどのように解決するというのだ？そうですな、まずはこの町の白い羽の者たちを全員奴隷階級から解放し、彼のご主人と呼ばれる娘も助け出して差し上げましょう。もっともこの町にいた奴隷たちのほとんどは私が町の人々から買い上げて、今この屋敷にいる者たち以外は解放奴隷としてすでに実家に帰ってもらっています。そんな、それって偽善でしょ？私たち黒い羽の者がそんな大罪を犯すなんて。ですから私は邪神たちが語る正義とやらを信じていると言ったではないですか。第一、あなたたちのやっていることこそ偽善ではないのですか？な、どんな世界にも必ず法律があります。たとえそれがどんな悪法だったにせよ、その世界の法を守ることがその時代の正義というものではないでしょうか。あなた方はすでに脱獄という大罪を犯してはいますが、幸い
私は教団の実力者の方々と懇意にしております。こちらの出す条件を飲んでいただければあなた方の罪赦免して差し上げましょう。してその条件とは？一つ、これ以上殺戮を繰り返さないこと。別に好きでやっていたわけじゃありませんもの。教団の方々がけしかけてこなければ初めから無用な戦いなどしてませんわ。二つ、大邪神の鎧を着た方々の教団への自首。あなた方には教団側が主催する裁判を受けていただきます。大丈夫、私が働きかけてなるべく公平なる裁判になるよう手配しましょう。今後その鎧の力を教団のためにのみ使うことを誓えば、おそらくは皆さんも極刑だけは免れることができるはずです。なぜならあなたたちはこの世界でも最強の魔力を誇る大邪神の鎧の正当なる後継者たちなのですから。とりあえず話の筋は通って聞こえるが、本当にお主にそんな権限があるというのか？そこは私を信じていただく以外他に道はありませんね。愛を語る少年よ、このままではあなたの愛するご主人の命だけではなく仲間たちの命までもが危険にさらされ続け、これからも多くの尊い人命が奪われ続けるのですよ。いいぜ、お前が決めちまってもよ。俺は七面倒くせえことを考えるのは苦手だし、大地、俺はおめえのご主人様とやらを助け出したいだけだからな。どのみちこの鎧を着ちまった以上そう長くは生きられねえしよ。僕のことも気にしなくていいよ。僕のこの旅の目的は君のご主人様を助け出すことなんだから。ねえお兄ちゃん、プリカはお兄ちゃんさえ元気ならそれでいいけど、ちゃんと離れ離れになるのだけは嫌だよ。どうやらみんなはお主にこの決断を託すようじゃ。さあどうする？お主の主やみんなのためにも自首をするのか？まったくあなたたちは仕方のない人たちですね。ことここに至ってはどうやら実力に訴えるほか方法がないようですね。やっぱり騙そうとしてたんだ。嘘つき。